皆さんこんにちは。今回はアニメ引きこまり吸血鬼のモンモン第6話に対するネットの反応、感想を紹介します。では、ご覧ください。サクナがダッチワイフを作っているわ。あっという間に終わった。面白いところで終わった。来週こそは血飲むか？こまりちゃんとサクナちゃんは初めての友達。今日もOPなかったな。サクナちゃん。よりによってミリセントの書に一番着てっちゃいけない。アホかおこまり T シャツをチョイスしてしまうのか。ソラさんが元気そうで何よりです。またたかしさん来るんか。それで切れて劣化区解放と見た。こまり様の細い首。こまりの哀れむは影実で言うアトミックだからな。それまでの前振り段階よ。サクナさんに狂気を感じたよ。そしてたかしちゃん再登場。コマぐるみ部屋来た。サクナちゃんはホタルン系サイコレズだったか。そんな子にコマリちゃん殺しさせようとするなんて。きっとコマリンの脱ぎたてでぬくもりと匂いが残ってるから勇気をもらうのに来たんだな。変態ストーカーなのが吹っ飛んだわ。岩見ちゃんだから何かあるとは思ったが脅迫されて犯人だったのね。サクナちゃんに指示してた逆さつきのメンバーって七部天の脳筋将軍。T シャツの多様でシリアスな場面でも笑った。サクナちゃんはコマリちゃんに打ち明けて欲しかったけど、その前にミリセントに頼ったのはありじゃない？前と違ってミリセントはコマリちゃんにはっきり負けて、テロリストとの決別してるだろうから何かしら協力してくれそう。ぶっちゃけサクナちゃんに首絞められるなら本望。ビルヘイズはもう少し待ってから現場を抑える方が確実なのに、コマリちゃんを気遣ったんだろうか。重すぎる愛はコマリンのパパの記憶からの影響なのか、それとも殺し記憶を見た相手にコマリストが多かったからなのか。もともとだな。しかし3年前にボコボコに壊滅させられた第3部隊の将軍はいないのか。あのOP好きだから3週連続カットは悲しい。ベッドで仰向けになってたコマリン、ちゃんと胸の膨らみがあったな。血を飲んで一時的に覚醒したせいで体が成長したのか？コマぐるみの再来で草。コマリン小卒だったのか。グッズ収入で第七部隊が潤ってしまう。そうはよ。神父は異常に信仰心熱いだけのいい人よ。リアルコマぐるみで草。やっぱサクナはコマリンの命を狙うクズやったな。サクナからコマリンを救ったのはやっぱビルヘイズちゃんやった。ビルコマしか勝たん。ノースジナ将軍はコマリンの逆鱗に触れて一発で蒸発しそうだな。シリアスな話をコマちゃん T シャツでブレイクする神采配。あの部屋見てそこまでドン引きしてないの草。大名犬とのコラボは草。ってか、最後に出てきた人は逮捕されたんじゃなかったの？サクナ脅されてたのか。ソラさんはどっちにつくんだろうな。折り返し地点ということで話が面白くなってきたな。サクナの事情を知らなかったとはいえ、テロリストを倒す宣言はとんでもないことを口にしてしまったパターン。クレイジーサイコレス。ミリセントは王国の監視付きで軟禁されてる。ビルの変態ムーブも実はサクナの部屋を見た時のショックを抑えるための作戦だったのか。殺しておきましたでさらっと言ってて草だった。今回は神父のジジイが黒幕か。しかしやっぱりコマビルなんだよな。特に気づかずあっさり殺される程度のやつも七紅天失格だな。ひいきなしで場をたしなめていたあたりはやっぱ皇帝の器だわ。カレンさん、第三部隊の七部天も倒しちゃったのか。来週こそは血飲むよね。期待してるよ。飲んだら強くなれる薬をもらったサクナちゃんの活躍に期待しよう。コマリン以外みんな巨乳なのがすごい。サクナ様アクセル全開で草。面白かった。前回よりも作が安定してていいね。サクナちゃん着替え覗き&盗撮はさすがに。ビルの嫉妬が足りん。そやあテラコマリを殺していいのは私だけですわ。のベジータムーブしかないやろ。監禁されてるかつての敵に協力を求める展開は好きだけど、ミリセントは出てくんな。テラコマリンマ下は始まってすぐの上から見たテーブル、城の会議用にしては小さい気が。自分でストーカーって認めてるあたり逆に怖え。
コマリどんだけ異性からも同性からも好かれるんだよ。サクナに命令してる人物は今回普通に登場してるから声優増えてない。4話まではミリセントとの死闘メインで統一感があったが、七紅空編からぐだってくるのが困りぶつ。カッカ T シャツ5話で雨に濡れてこれ以外着るものがなくても絶対着ないって言ってたのに。サクナちゃん、コマリン T シャツの下何も履いてない？なぜあの T シャツ着てミリセントの元へ行ったのか。ミリセントだけはマジで作が崩れないな。アニメ制作サイドにファンでもいるのか。声加工はしてあるけど同じ人が声やってるのに、サクナ操ってるの神父将軍の方だと勘違いされ気味なの、なんなんだろ。このアニメってコマリの可愛さで持ってるな。コマリは血を飲んで円卓会議の面子を全員ぶっ殺せば、誰も斜めに天としての資質を疑う者はいなくなるんじゃないか。コマリって普通に憎くってたな。このアニメ見て可愛いは正義だなと思う。コマリとサクナちゃん可愛すぎる。あとあの角みたいなくるくる髪もこだわり持ってるな、きっと。前回あれだけ嫌がってたアヘガオ T シャツあっさり着てて笑った。脅されていたとしてもサクナのカスがコマリンのパパを暗殺した罪は消えないよね。解決後はミリセント同様軟禁すべきだね。コマリ T シャツの絵もうちょっとマシなのはなかったのか。サクナちゃん可愛い。毎日あのお人形使ってコマにしてんだろうな。よくわからんアニメでキロをキロと何度も思うんだけど、やっぱり気になって欠かさず見てしまう。もっと軽いノリかと思ったら思いのほか重いです。シリアスいる？シリアスを通してコマリンが信仰を深めてたエピソード。ヒロインの血で覚醒して強敵を倒しのし上がっていく話だから必要。このアニメの世界は六道のうちのアシュラ界なのか。自分が生まれ変わってもこのような世界には行きたくないわ。で、アヘガオ T シャツはいつ売り出すの？サクナの黒幕よりもサクナ自身の方がある意味怖いと思うのですが。実質の様子的に。コマリ様特に気にしてなかったし大丈夫。あれを特に気にしないでいられるコマリンのハートの強さよな。成績表は嫌すぐる。黒歴史暴くな。メイドが優しくていい。俺に添い寝してほしい。最弱のふりしてても血を飲めばすぐに解決すると思うと冷めるな。質問なんですが、もしかしてサクナちゃんテレスなんでしょうか。 T シャツの顔にしか目がいかねえ。すげえ破壊力だわ。サクナちゃん脅されてるのか。雨宮空復活するんかい。困り人形といえばのんのんびより。作者のんのんびより見てる説。今回はアニメ引きこまり吸血鬼のモンモン第6話に対するネットの反応、感想を紹介しました。いかがでしたでしょうか。ユリ的な話はあまり好きではなかったのですが、この作品をきっかけにもっと視野を広げてみようかなと思うようになりました。次回もぜひご覧ください。この動画が良いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。